はいどうも、こんにちは、これです。今回ですけども、ドリちゃんの、一番多分いいね獲得しているコースですかね。マリオ転生。かっこいいな。マリオ、トランス、ミグレーション？ミグレーション？そんなこと。トランスミッションじゃなくて。トランスミグレーションって書いてますね。転生ってことか。転生？マリオ転生。なんかすごいことになったわけだな、あれも。めっちゃかっこいいけどな。転生するん。ファイアーエンブレム、新生みたいな感じの、なんか、かっこいいな、タイトル。どういうことなのか分からんけど、まあ、すげえいいね獲得しようからな、これ。一つだけ。まあ、すごいんやな。え？ん？どう転生するの？お？え？うわ。絶対踏んでいくな。10秒、あと10秒。え？え？これで終わり？うそ。どういうこと？え？え？え？あ、続きがある？あ、そういうこと。クリバンって書いてくるってこと？ああそういうことか。なるほどな。転生した。うん。クリボンを倒し続けた結果、クリボンになったと。ああそういうことか。そういうことか。なるほどな。なんかコースのなんかあれがすごいというよりはなんかその発想というか発想が良かったっていうかなんかその転生。そういうことね。マリオ転生っていうまあタイトルも良かったよな。うん。次ですけども、同じドリちゃんの挑戦状二つあるんでね。これもう今回終わらせようかなと。インポッシブルチャレンジ。ワンの、クリア率低いな。1.32%。あ、これあれやん。クッパクラウン。10秒マリオっぽいな、なんか、ポイント。もう一気にファイヤーで壊していかなあかんみたいな感じやろ。10秒マリオっぽいぞ。ん？あー、無理や。あ、そうか。Y ボタンか、これ。そう。あ、あ、そうだ。無理や。ああ、全部真ん中やらなあかんってこと？そういうことやな。なるほどね。真ん中追い抜かへんかったらあかんと。あ、そっちの方が圧倒的に速いもんな。あ、あってゴールや。これゴールや。ああ、ほんまや。あれも旗。はい。あか。これなんか弾って速攻打たなあかんだよな。入る前に届け、モーションに。うん。うまい。うまい。あ、最後あー、いいぐらいのコースだね。惜しい。早い。早いぞ、これ。惜しい！嘘！あれいったと思ったけどな。だいぶ早かったよ。あれはむずいな。最初もなんか遅いな、なんか。早く来たいな。惜しい！いった思ったで完全に。いける。落ち着け。おっしゃー！来た！オープネー！やば！あー、むずかった！3つじゃないと無理やもんな。いやー、むずいわ、これ。ええコースだったわ。10分以上かかったんちゃう？ 10 分ぐらいかかったから。かかったな。わー、1%にしたらむずかったな。まあ、やっぱギリギリやんや。いや、もっと早い。9秒だけどな、あれ。早い。めっちゃ早いな。挑戦状2あるけど。あ、これの簡単バーガーもう行くかな。ああ、確かに3倍やからな。うん、もう行けそうやな。これあれ行けるんじゃん。行けるやつやろ。下で。下で行けるやん。あれ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 何これ。うわぁ、ちゃうかったー。お。あ、行けるわ。あ、行ける。うん。ただ結構長いな。最初はむずいん、これ。出るの。あ、なるほどな。最初とこっちから行って。もう普通に右押しとくとかやっぱ無理やな。あ、もう一緒ぐらいね。最後いつも抜けようけな。何も当たらずいったらいける。おおっしゃー、これ簡単やったわ。簡単やったデレレ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 。これ全然ちゃうやないだ。挑戦状簡単やったな。いやー、楽勝やったわこれは。
はぁ、結構ベストクリアに近い。まあまあまあね。これは簡単でしたね、だいぶね。はい、というわけでとりあえず今回はこれで終わります。ありがとうございました。明日